刑事がですね、30回以上 Y と面会して事情を聞いてると。まあ、そんだけの回数聞いてるのは何故なのかっていうのは、ちょっと私も疑問に思うところはありますけれど、まあ、最重要、キーパーソンだとすれば、そんだけ慎重にいろいろ話を聞くということなので、回数が多くなるのはまあ、自然なんですけれど、いずれにしても、Y からその警察がですね、供述調書をどの程度作成しているのか、その量とかいうようなことが非常に私としては気になります。で、しかもですね、重要事件の場合は、まだ送致されていない時にも、検事が重要キーパーソンから調書を巻くということもあるんですけれど、まあ、このようなことがなされているのかどうか、その辺も気になります。